それでは予選の第2ラウンドに行きますね。ビギナーのクラス予選の第2ラウンド第2ヒット、それではスタートいたします。さあブルーの石にまず飛ばしました。1周目川崎様、田中選手が1周トップ、2番手のコース渡辺誠選手、3番手のコース百選手。さあ予選の2ラウンド目の結果をもとにですね、決勝レースの組み合わせの方を決めていきたいと思います。走行時間は残り1分20秒。1分を経過したところ、今度は川崎局は平木選手に変わった。さあ、平木選手の足ですね。はい、ケースブラインからバックスローで入った黄色いマシーン。1コーナーを回って右セクション。さあ、2番手もだいぶサーブで出てレースリード中。それじゃなくて、右から3番手の選手、正確な足の平木選手。そこで残り40秒。15秒770のベストラップ。さあベストラップの一番速いラップを重ねていた選手、2番手に約4秒後方を岡崎の前の中澤選手に分け、3番手のコース渡辺誠選手、走行時間残り20秒。さあ時間はここで2分経過。トレール先ゴールです。4コースゴール、6コースゴール、1コースゴール、2コースゴール、レース走行中3コースゴール、全車ゴールです。トップゴールは5コースの平木選手、発車の2分15秒520でフィニッシュです。第1ヒント終了。